セミノール軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42万2718人であり、2000年の36万5196人から15.8%増加した。軍庁所在地はサンフォード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 南のオレンジ軍と北のボルーシャ軍に挟まれ、オーランド大都市圏に属している。1821年7月21日、フロリダ州には、西のエスカンビア軍と東のセントジョンズ軍の2つの軍があった。1824年、セントジョンズ軍の南部がモスキート軍とされ、軍庁所在地はエンタープライズに置かれた。その軍名が、フロリダ州昇格の1845年に、 オレンジ軍と改名され、そこから70年間で、いくつかの軍が創設された。セミノール軍はそうした軍の最後の一つである。セミノール軍は1913年4月25日に、フロリダ州議会によって、オレンジ軍北部から分離して設立された。軍名は、昔からこの地域に住んでいた、セミノール族インディアンから取られた。セミノールという名前はスペイン語で、 野生のあるいは逃亡者を意味するシマロンから派生したとされている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は344.87平方マイルであり、このうち陸地308.20平方マイル、水域は36.67平方マイルで、水域率は10.63%である。セミノール軍は、オレンジ軍とボルシア軍に挟まれているので、 州内でも最大級に成長速度の高い軍となっている。オーランド大都市圏には、セミノール、オセオラ軍各軍と、周辺のレーク軍、オレンジ軍も含まれ、さらに、ボルシア軍や、ブレバード軍と合わせて、経済成長や、住宅開発にとって、公的で、進歩的かつ多様な環境を生み出している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2000年時点で進行する宗教に関する調査結果は次のようだった。セミノール軍は1989年に採択され、1994年11月に修正された軍憲章のもとに運営されている。政策立案と立法の権限は5人の委員で構成される文政委員会に委ねられている。委員は軍内5つの選挙区からそれぞれ1人が 党派選挙で選出され、任期は4年間である。委員会は、軍予算を決め、資産税や、その他の料金を貸し、軍マネージャーと、軍検察官を雇用する。憲法で決められた、軍役人は他に5人おり、党派選挙で選出され、任期は4年間である。セマノルカウンティーハズ・アダプテッド・ガスブ34・民2002、ソーレ・バヌズ・アンド・エクスペンス,ス・イン・トータル・オンリー。 available from that time, その5人とは裁判所事務官、保安官、税徴収官、資産評価官、教育監督官であり、それぞれ会計記録と予算を維持している。軍政委員会は、軍役人の運営予算の一部、ある場合には、全部を手当てすることになる。軍は、インフラの建設と維持、公衆安全、レクリエーション、健康管理、 物理的及び経済的環境の開発と保護を行う。その他に高規格道路公社、港湾公社、フレッド・アール・ウィルソン記念図書館、US17-92 コミュニティ再開発機関など、軍が管理し、独自の委員会組織を有す機関がある。アメリカ自動車協会とルス・ホスピタビリティ・グループが、軍内未編入領域のヒースローに本部を置いている。2001年の一人当たり収入。 31ドル、8972003年の失業率、5ン4アルタモンティスプリングス市カッセルベリー市レークメアリー市、ロングウッド市オビエド市、サンフォード群長所在地、ウィンタースプリングス市都市の地区2003年の人口、39万4878人2003年の、児童生徒数、7万2630人、セミノール群の公共教育は、 セミノール軍教育学区が管轄している。教育省によれば2003年の中学児童生徒数は72,630人だった。2006年時点でセミノール軍教育学区は国内第52位の大きさだった。ありがとうございます。